はい、どうもまつげと申します。今回はノーネームカップ、通称 NNC というポケモンの大会実況の動画になります。はい、私は動画の投稿始めてまだ2ヶ月なんですが、ポケモンの大会に呼ばれることってあるんですね。こんな投稿し始めの初心者が。はい、私の動画をですね、見るのが初めてだよっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介をさせてください。私の名前はまつげと申します。名前の由来とかはまあどうでもいいとして、普段はですねダブルレートの方を中心に潜ってます。で、中心にっていう言い方今したんですけど、シングルの方にはほとんど潜っていません。はいで他に何か言うことがある。好きなポケモンはガブリアス、ペラップ、バチュルですね。似てるポケモンを言いましょう。似てるポケモン。私はですね、自分はすごい昔からのヒメグマに、もう似てるなっていうふうに、ヒメグマが出てきた瞬間、これは私だと思って、ヒメグマに似てるなって思ってたんですけど、高校の時に、マタドガスに似てるねっていうふうに言われたことがあります。まあ、ヒメグマって思うかマタドガスって思うかは皆さんの自由というふうにさせていただきたいと思いますので、以後よろしくお願いいたします。はい、で今回の NNC の大会ルールなんですけども、6パートナーズ制プラス自由枠となっています。まあ、ルールですね、細かいルールに関してはシングルレートのシーズン6に準拠しています。で、一つだけ制限があって、パーティーの中に必ず種族値450以下のポケモンを入れること。ただし、以下のポケモンは禁止になります。力持ち、ファーコート等のですね、特性により種族値の上がるようなポケモン。マリルリ、ペルシアン、チャーレム、メテノとかですね。あとはメガ進化するポケモン。これはチャーレムのみだったと思います。特に自由枠は縛りはなしです。早速ではあるんですが、今回の、お相手の紹介の方をしていきたいと思います。私の1回戦の対戦相手の方は、なんと下月さんです。はい、この方今大会の主催者の方で、ボスゴドラを使ってポケモンバトルをする動画ですねを投稿されている方です。で、まあ、ちなみに私もボスゴドラは大好きです。まあ、特にメガボスゴドラが好きなんですけど、で、これはですね、下月さんにDM で言われたんですけども、紹介の時に必ずちょっと入れてくださいって言われて、まあ、シーズン1において最終レート1500、最高レート1500、最低レート1500の実力者の方ということでした。まあ、本当のところの最高レートは不明です。はい、教えてくれませんでした。はい、で、ちなみに私はシーズン6までですね、潜って、まあ、最終レートはちょっとわかんない。多分1500同じぐらいです。最終レートは1500くらいで、多分ね、シングルは10戦ぐらいしか潜ってないです。1600いったかいかなかったかぐらいですかね。で、まあ、最低レートも1500ぐらいかな。多分1500、切ってはないと思う。なので、まあ私のシングルの実力っていうのはその程度っていう風なことをちょっと頭に入れて動画の方を見ていただけたらと思います。はい、では早速ですね、お互いのパートナーズの方を見ていきましょう。はい、下月さんのパートナーズはボスゴドラ、カプブルル、ネンドール、トリトドン、リザードン、ロトムとなっています。で、私のパーティーはガブリアス、ガプテテフ、月光が、テッカグヤ、カバルドン、モンジャラです。で、お互いの450種族値450以下に当てはまるのは、下月さんの場合は、通常のロトムで、私はモンジャラを選択しています。はい、自由枠を選択した時に、このポケモンたちとの入れ替えは、450以下のポケモンと入れ替えるのはありなので、まあ結構割と自由の利くルールかなと思ってるので、
誘惑次第でパーティーの相性が一気にひっくり返るっていうこともありえなくはないのかなと思いますね。はい。で、まあ、パッと見、お相手のパーティーからですね、刺さってるなーって思うのが、まあもう、皆さん、シングルね、やってる方たちはお気づきだと思うんですけども、まあ確実にリザードンが出てくるかなっていうのは思ってます。で、8割リザード X、あとの2割がリザードン Y で考えてますが、今回はちょっとリザードン Y の方の、筋はですね、切っていきたいと思います。今回はリザード X ですね。持ち物はリザードナイト X で来るんではないかと思います。はい。性格は意地っ張りか、もしくは、純速ガブリアスを抜くために、S に補正がかかる性格かもしれないです。ただ、私の中で、毒羽じゃないわ 鬼火と羽休めを両立したリザードンが一番来そうだなっていう風なのは思っていて、技構成としては激凛ドラゴンクロー、あと鬼火、羽休め、竜舞、ワニトロチャージ。ちょっとシングルのリザードンのこう技構成っていうのがちょっとすみません、あまり分かっていないんですけど、まあ、この辺りを入れてくれば大体のボケも見れるのかなっていう風に思います。ガブリアス、カバドルドンを、重く見たリザードンの、型、技構成ですね。まあ、これが一番ありえるんじゃないかなと思います。普通のフルアタ型でも割ときついですが、おそらく一番可能性高いのは鬼火と羽休めがあるような型なんじゃないかなと思っています。はい。で、次に出てきそうなポケモンなんですが、はい。まあ、この中で次に刺さってそうなポケモンっていうのは、まあ、カプブルルですかね。持ち物はスカーフ、カクサ Z、性格は意地っ張りか、陽気かな。ね、技構成はウッドハンマー、ウッドホーン、岩石封じ、自然の怒りか、バカ力ですかね。まあ、正直、この AA の攻撃力の高さを利用して上から殴られるだけで、結構パーティーが崩壊していきそうな気もします。鉄かぐやとモンジャラ以外ではなかなか受け切ることができそうにないので、なのでスカーフでの作業が有力なんじゃないかなっていうふうには一応今のところ考えています。はい。で、もう一匹、シングルは3匹ですもんね、性質が。はい。で、もう一匹、まあ、この中で、10枠除いたこの中で出てきそうだなって思ってるのはトリトドンですね。水技を警戒するなら、トリトドン。呼び水のトリトドンかなっていうふうに思います。トリトドンですね。持ち物はお盆か食べ残しあたりか、まあ、あとは半減じゃないわ、コンラミですね。あの辺が有力かなと思います。性格は図太い、まあ B に補正がかかる性格なんじゃないかなと思います。技構成、熱湯、冷凍ビーム、ヘドロ爆弾、自己再生。まあ、ガブリアス、カバルドンに強く出れるっていうのもあるから、選出もあり得るのかなっていうふうには考えてはいるんですけど、リザードンとかブルルほどの、こう、選出率が高くなりなさそうなので、まあ、モンジャラとかでも突破はできるし、あと、テカグヤか、でも突破はできるので、ただ、月光下の強力な水タイプの技を透かせるっていう点では結構強いのかなっていうふうに思っています。で、あと残りの3体なんですけど、それほどこっちのパーティーには刺さっていないような感じがするので、ちょっと今回は、特に考察する気はないです。こんなんで大丈夫かって感じですね。はい。自由枠の予想なんですけど、自由枠ね、
考えたんですけど、まあこれが来るでしょうっていうポケモンはちょっと考えるの私には難しかったのでざっくりですよ、ざっくり言うと強めの水タイプ、トリトドンがいるにしてもモンジャラとかテッカグヤがいるからなかなかあんまり強く出れないと思うんですよね。草技が4倍なので、ってなるとやっぱり水技特殊攻撃の能力の高い、まあ誰だろう、スイ君とか、だったらモンジャラとかかぐやのね、フィッチの草技とかなら全然耐えれると思うので、それで返しで、水ゼットとか氷ゼットとか打たれると割と刺さっちゃうんじゃないのかなと思うんですけどね、うちのパーティーに。なのでちょっとまあそのあたりの対策をこっちの自由枠の方で取っていけたらとは思ってますが、その前に私のパーティーの他の今回選出する予定の子たちの考察に移りたいと思います。今回は、まずガブリアスですね。気合のたすきでの採用です。性格はもし最速のリザードンが来てしまった時のためを考え陽気で一応設定しました。技構成激凛、地震、岩石封じ、毒好きです。まあ、幅広く相手のパーティーが見れるっていうのと、ほぼないとは思うんですけども、リザードンが最速だった時のことを考えて一応陽気にしてみました。で、持ち物は行動回数を増やせるタスキにしています。基本的に陽気であればリザードンを抜くことができるポケモンは今のところ相手のパーティーにはいないので、これで大丈夫かなと思うんですが、どうでしょう。はい。で、2番目に、選出する予定なのはテッカグヤですね。今回、持ち物は食べ残しにしています。性格は冷静、技構成はヘビーボンバー、火炎放射、ギガドレイン、ヤドリギの種です。まあ、ブルルへの受けポケモンですね。で、ギガドレイン採用でトリトドンにも打点を持たせました。で、一応自由枠の要素が水タイプなのでそれの打点にもなりますのでね。はい。で、まあ、メガボスゴドラが来たら、ヤドリギの種打っていこうかなって考えてます。はい。で、私の自由枠の考察なんですけども、ちょっといろいろ考えました。いろいろ考えて、まあ、一番最初に思いついたのは、型破りドリューズ。まあ、全体的に相手の特性が強いようなポケモンが多いので、型破りドリューズです。カバルドンから型破りドリューズにつなげて全抜きとかっていうのを考えたんですけど、割と読まれそうだなと思ったのもあってちょっとやめました。で、次に思いついたのが装飾マリルリなんですけど、まあ、腹太鼓積むことによってリザードン X を起点にして、腹太鼓積んで、まあリザード X が引いてブルルが出てきて攻撃されても問題ないように装飾マリルリにしたんですけど、したんですけどっていうか考えたんですけど、火力が若干足りないのと、鬼火跳ね休め型が来そうだと思ったのでやめました。はい。で、次に考えたのが、ゴースト Z ゲンガーかギルガルドです。まあ、相手のパーティー見てもらったらわかるんですけど、ゴースト技が非常に通りがいいんですよね。で、まあ、リザードン上から殴れて、強力な Z 技、ゴースト Z が打てるっていうポケモンはゲンガーですね。H が振ってなければ確定一発で持っていけるのかな。ほぼ確定一発で持っていける。ギルガルドは言わずもがな確定一発なんですけども、リザード X がフレアドライブを打ってきた場合に逆にもう上から殴られて落とされてしまうので、初手出し負けた時が後が後ろが厳しくなるかなと思ってちょっと採用をやめました。
で次にメガギャラドスで、これもちょっとあれですね、型破りっていうのと、まあ、タイプ相性的にリザードに優位を取れるかなと思ったんですけど、やっぱりあの鬼ビハネ休め型のことが頭によぎってやめたっていうところですね。はい、で結局いろいろ悩んだんですけど、こっちのパーティーから向こうのパーティーに対してって重たいのが、なんか唯一見れなさそうな可能性があるのってリザード X なんですよ。でまあそうなるとやっぱり G 枠でリザード X の対策をちょっと厚くしていくっていうのをちょっと主に考えて、今回選んだ、G 枠はこの子です。カプレヒレ、アットこだわりメガネです。カプテフと入れ替えます。性格は控えめで、技構成ハイドロポンプ、ムーンフォース、レートウィーム、自然の怒りとなっています。まあ、完全にリザードン X の鬼火跳ね休め型への対策ですね。でミストフィールド貼ってもらって、ボスゴドラ以外の絵のポケモンにですね、ムーンフォースの通りが非常にいいなと思ったので、こだわりメガネで採用しました。そうですね、ちょっと鬼火がやっぱりうちのパーティー結構怖かったので、テテフちゃんをちょっとレヒレちゃんに入れ替えたっていう形ですね。なので、私の選出はタスキ初手タスキガブリアス、後ろに食べ残し鉄火具屋で、その後ろに、メガネカプレヒレ、を、揃えました。はい、で、まあ、相手の自由枠次第ではまたちょっとパーティー選出パーティーを変えるかもしれないんですけど、基本はこれでいくつもりですね。はい、では、対戦の前まで飛びましょうかね。はい、対戦前まで飛びましょう。どうぞ。お相手のロトムがオッシュロトムに変わりました。ただ選出はもうそのままでいこうと思います。初手ガブで、後ろにレヒレ、後ろ鉄火具屋、ガブレヒレ鉄火具屋でいきます。はい、下月さん対戦よろしくお願いします。めっちゃ緊張する。ミトムか、やっぱ最初のあれですね、ドリューズ、型破りドリューズが正解っぽいけど、ロトムで6ムなんですけど、ここでいきなり、ここでいきなり10万ボルト打ってこれんと思うんですよね。鬼火だと思うんですよね、鬼火。鬼火と思う、鬼火と思うから、レヒレにチェンジで。鬼火たれたら終わりなんで。ブルル。ブルルは、これはレヒレ読みで、ブルルなんかな。まあ私の予想ではロトム、ブルル、リザードンの選出だと思ってるんで、どうかな。で、ここは普通にかぐやに引きます。で引っ込めかぐやで、今ウッドハンマーじゃないかな。ね、ダンマこれが、いらんね、オッケー、これ切ってる余裕で。で、多分引っ込めてくると思うんですけど、どうしようかな。普通に引っ込めるとしたら、火炎放射が来るって読むとすると、ミトムかな。ミトム
ミトムだったらギガドレイン打ちたい。ギガドレイン打ちたいけど、リザードンが出てくる可能性もあるっちゃあるんですよね。どうするかな。ここは、ミトム。ミトムが受けに来たとして、ボスコプラ選出してそうだな、これだと。ギガドレイン打ちましょうかね。多分引っ込めると思う。ですね。ミトムかな？あ、リザードン。あ、まあ、そうか。ヘビーボンバーよね。やっぱ後ろリザードンですね。で、普通に宿り気が正解か。でも多分フレアドライブだと思うんで、レヒレにチェンジします。でレヒレの持ち物メガネなんで、とりあえず多分ちょっこれはあれなんですけど、 X 読みで動き、そうか、そうか、追い出しかそういうタイプなんですね。うまいな、上手い人がやるプレミアだな。ドハンマー、いや、ここ突っ張りは普通に怖いんですよね。いや、かぐやでいいと思います。かぐやに引きます。でリザードンが多分また後ろから出てくるんだったら、レヒレに引くし、ロトムか。ロトムもありっちゃありだね。回ってくるとしたら10万ボルト、10万ボルトは、Z だったら嫌だから株に引きましょうか。交換してばっかりですけど、株、ボルチェン、ボルチェンか、スカーフ、スカーフか。でここ、ここ大事、ここ大事。毒好き、毒好き、ガンプ、激鱗打ってブルル、そう、ボスボトラがいないからもう激鱗でいいのか。でもどうだ、激鱗打って一回受けられたとしても、いや、ここ激鱗でよくないか。次だって普通に解除されるから、激鱗が毒好き言ってっていう感じでいいんだ。激鱗打ちましょう。ブルルー、激鱗効果がない。悲しい。ブルルか、やっぱり毒好き。スカーフかな。ガブね、助けだから大事にしたいんですよね。もう一回鉄火具出しましょう。ここ突っ張りでもいいんですけど、なんかスカーフ臭いですよね。ガンプか。ガンプ。なんだ、鉢巻きなのかな。鉢巻き。相手の持ち物がわからん。確かにガンプはあり。ありだけど、宿り気打ちましょう。リザード、
トムじゃないのか、リザードなのか。ミドリギが当たっていく。いいんじゃないですか。うん、ただこの子は守るがないので、とりあえず、いや、これ突っ張ってこないってことはやっぱ X ですよね。レヒレに対して。うん、レヒレで。Y だったら普通にソーラービーム打てばいいだけなんで。X がニトロチャージを打ってくる。ニトロチャージを打ってくる。そうね。とりあえず後ろがですね、フェアリー技を受けきれないので、ムーンフォース打ちます。ムーンフォースで。一回交代してくるんじゃないかな。これは多分突っ張ってこれないと思うんですよね。ブルルじゃないんかな、普通にですね。ロトムか。ムーフォース、オッケー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 。めちゃくちゃ削れた。オッケー、オッケー。じゃあ、とりあえずシーブッパーのドロポンも、株なら受け切れるので、株出します。多分、ボルチェンだと思う。うん。ジムブート、オッケー。で、ここなんですけど、普通に、ここは、ブルルバック読んで、毒づき打ちます。このダメージのロトムなら普通にいける。 OK 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 OK、 読み勝ってる。うまいうまいうまいこれは一撃でしょう。うん、強い。あ、耐えた。そうか。で、これがどっちだ。スカーフ一回はとりあえず耐えるけど、どうしようかな。もう一回普通に多分正解回した方がいいんですよね。ちょっと固定の技、固定のどうあれもかもちょっとよくわかんないんで、とりあえずかぐや交代して、とりあえずかごや交代でいいかな。かごや交代の、リザ X か。リザ X、ロトムですね。ロトムまだいたのか、そういえば。で、ここはまた10万ボルトが来るのかな。このガブに回すサイクルでドロポンが、結構入ったな。メガネか。結構入りましたね。とりあえず毒づきでいいかな。とりあえず毒づきでいいと思うけど、いや、でも外しがあるからな、ガンプね。外しがあるから微妙なんですよね。でもとりあえずガンプでいいですね。ドロポンか。スカーフ、やっぱりスカーフか。スカーフだったら
デヒレでいい。人の引っ込めるリザードン出すムフォス、フォースが、いや、いいでしょう、ここ。羽休め、羽休めしても、ああ待ってよ、ガブがいなくなったのまずいよね、どう考えても。HP 満タンなら耐えるんだっけ。待てよ、多分普通に10万ボルトだから、シュロトム、カプレヒレ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 、10万ボルト、10万ボルト、やばい気がする、普通に。でもスカーフだよね、完全に。あ、ちょっと待ってよ、確定2発、 H 曲ぶり、耐えるじゃん、耐えるね、1回耐えるでしょ。ムーフォースでいい、突っ張ろう、ムーフォース突っ張ろう、ボルチェン、オッケーオッケーオッケー。いや、これ勝ちですよね、ほぼ。だって鉄火具や満タンだし、 HP ギガドレインあるから。ムーンフォース、ムーンフォース、オッケーオッケー。メガネリヒリ刺さったじゃん、これ。ここで変な動きさえしなければ勝てる。変な動き、ちょっと待ってよ、10万ボルト耐えるよな。もう一回ちょっと計算しよう、ちょっと待ってよ。ウォッシュロトム、ウォッシュロトム10万ボルト、鉄火具や、多分耐えると思うんだけど、鉄火具や、鉄火具やくん、 H 曲ぶりのD、 ちょっと振ってるけどよくわかんない。え、だってガブ無理だよね、抜かせないよね。自分も耐える耐える耐える、オッケーオッケーオッケー。ムーンフォース10万、デレヒレが落ちるね、さすがに、さすがに落ちていく。急所で死ぬ、急所で死ぬか、あ、急所で死ぬな、急急所だけちょっとやめてほしいな。10万、お願い、急所やめて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 、 OK、 耐えた、勝っ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 た、これは勝ったでしょ。はい、下月さん、対戦ありがとうございました。勝った、嬉しい、はい、ここからは後語りになります。下月さん、本当に今回は対戦ありがとうございました。なんとかですね、勝利を収めることができましたので、私は2回戦進出ということになります。ただ今回反省すべきところですね、結構あります。まず持ち物なんですけど、ブルルーとロトムの持ち物でずっとハチマキメガネか、ハチマキかスカーフか、スカーフかメガネかみたいなのでずっと迷ってたところはあったんですけど、あれ後々見返すと、もうスカーフとあのハチマキで確定だなって思います、今見返すと。なので、冷静にもう少し場面を見ね、よく見返して
考えてたらもうちょっと楽な立ち回りができたのかなって思うのと、あとカブブルルに、ガブリアスで毒づき、交代読み毒づきを決めた場面ですね。で、あそこでタスキがもったいないから入れ替えたんですよ。テカグヤに入れ替えたシーンがあったと思うんですけど、あそこは普通に突っ張りでよかったです。たとえウッドホーンを打たれてたとしても、もう全開することはほぼないので、あのまま突っ張って毒づきを打っていれば、ブルルも落とせたし、もし交代でロトムが出てきたとしても、毒づきでロトムを落とすことができていたっていうところですね。なので、あそこで、やっぱりロトム、毒づきを、突っ張っていたら、もう少し楽に勝てたかなと思います。で、あとは、ロトムの持ち物がスカーフであるか、メガネであるかにせよ、ハイドロポンプを2発目ですね、入れられるシーン。あそこは確実にレヒレにバックしないといけない場面です。結構ざっと見返すと、いろいろ細かいところはあるんですけど、大きく分けてはそこですね。で、選出の予想自体は全く、私の予想通りだったので、割と立ち回りは組み立て通りではありました。 まさかの自由枠がロトムからロトムになるとは思わなかったですけどね。 あとは、慣れないシングルなので、いろいろ反省すべき点はありますが、あんまりね、期間が、次の試合まで期間がないので、ちょっとざっくりですね、自分の中で反省を生かしつつ、2回戦も頑張っていけたらなっていうふうには思っています。で、次のお相手なんですが、ひとひらさんっていう方ですね。この方は 1回戦目を無傷で突破してるので、 データがないっていう状況ですね。結局、投稿日が2回戦以降になるので、データないっちゃないんですけどね。2回戦も頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回もまた見ていただけると嬉しいです。バイバイ。